はい、それではオブダクションの続きやっていきたいと思います。お久しぶりです。ちょっとね、他の動画も上げたいのは上げたいんですけど、ちょっとね、進まなくてですね、全然。なんかオブダクションがね、やればやるほど取れ高があるっていう、こう、こっちとしては非常に楽な実況っていうか、なので、どうしてもこっちがね、先に上がってしまうっていう、まあ、ちょっとね、他の動画をね、待ってる皆さんには申し訳ないんですけど、ちょっと今回もね、オブダクションを先にやらせていただきます。で、前回は、そうそう、このボヨーンの向こう側に来れたっていう感じでしたよね。で、この線路。確かね、なんかトンネルの中に線路が伸びていって、で、そこ、突き当たりがボヨーンになってて行けなかった場所があるんですけど、多分、ハイドロポンプ号に乗って、あのボヨーンに突入したら、こっちなのか、他のとこなんかわかんないですけど、多分、ハイドロポンプ号ごと、ボヨーンを突破できるんじゃないかなっていう気はしますね。うん。まあ、ちょっとそれを試す前に、一旦この周辺を、探索してみようかと思います。ここ開くかな?この中行きたいんだよ。開かないんかい。嘘だろ。ちょっと待って。なんかない。これ内側から鍵かかってんのかな?どっかから入れないんかな。うわぁ、無理か。この辺は無理か。それともハイドロポンプ号で、また青いビームをどっかに当てたら、突破できたりするんかな。あ、ここは?ここは無理なのか。ただ、なんか不自然に穴が開いてる気がする。ねえ。いや、これ不自然だろ。なんかすげえ不自然だよね、これ。あ、こういうトンカチとかをさ、使ってこじ開けれたりはしないよね。うん。このゲームは多分そういうアイテムを使うっていう発想はね、ないと思います。ここは?これ。無理か。なんか下に行けそうな。あ、違う、これ電線か。電線なのか、これ。くそ。これ大丈夫?なんか断崖っぽい。あー、そういうことか。あれか。ここまでハイドロポンプ号持ってきて、あそこをぶっ壊すと。ただこれ、いけんのかな?この。いや。これ、下に降りれるの?なんか降りる道とかあんのかな?こっち。いや、いけねえよな。いけねえな。ってなると?この線路の先?ちょっと待ってね。他のとこ見たい。一応。ここ見たっけ?あ、ちょっとごめんなさい。虫が今目の前を通った。この時期になると、小映えがすごくて。あ、こっちはなんか結構いけるな。不自然だけどここいけないよな。あ、これ、ひょっとして、そう、これ多分、私が思ってるあの場所に出ると思う。違うかな?でもあんな場所、トロッコでボヨーンに突っ込めそうな場所、あそこしかないと思うんだけど。多分あそこに出ると思うんだけどな。まあ、でも私、探索ガバガバだから、見落としてる可能性があるっちゃあるけど。
あ、なんか結構広いな、この。ちょっと連れてくんのを後回しにして。っていうか、下に降りる道があってもいいと思うんだけどな。川の反対側に出れるとこがあっても良さそうなんだけど。いや、これ、登れないよな。あっち側に行けないんかな。無理かな。こっちに降りるのは無理そうだな。だから、あそこがどこに通じてるかだな。あっち側に出るボヨーンのポイントがあるはずだから、そこから、ってなると、この門を閉じないとこっち側に渡れないのか。なんか見えてきた。なんか見えてきたけど、こっちだっけ？とりあえずじゃあ、ハイドロポンプ号持ってきとく？多分、ファーリーさんの近く、ファーリーさんの近くっていうか、ファーリーさんの家の近くに出るはず。多分そうだな。OK。狙い通りですね。じゃあ、ここに、ハイドロポンプ号を持ってこれるようにしなきゃいけないですね。よし。ポイントはちゃんと切り替えてきたので、早速行きましょうか。とりあえず。あ、これ、向きどうなるんだろうな。まずここで一旦、後ろ向きになっちゃうけど、多分ファーリーさんとこのポイントで、もう一回正面になると思うんだよね。これ、とりあえずファーリーさんの家のとこまで行きます。で、ファーリーさんの家まで来たら、まだかな？来たね。よし。で、いや、ポイントは変えなくていいや。しまった。もう変えてあるわ。すいません、すいません。多分、これで直進すれば OK。よし。行きましょう。あ、上り坂はちょっと、馬力が。オッケー、いけた。じゃあこれでこのまま突破すれば、よし、来れたね。で、とりあえず壊せるところを壊しとくか。で、これ、ポイントって切り替えてたっけ？よいしょ。あっちに行きたいから。これはこれでいいんだ。よし。でもこれバックになっちゃう？いけるかな？バックでやれる？あそこ。いける？これ。いや、これ。これ無理じゃないか？いけんのかな？違うわ。こうか。いや、これ多分、ここまで来ちゃうと無理な気が。
だよね。無理だよな。じゃあ、あそこを狙おうと思ったら？ああ、ちょっと待って。あそこを狙おうと思ったら、どこだ？多分やっぱ、中に入んないと無理なんじゃないか。多分中に入ったら、こう、正面向いてここに行けるようななんか、ギミックがあるんじゃないかな。あ、え？ここ、え、出れないのこれ。なんでだよ。え？なんで？なんで出れないの？よし。ってなるとやっぱここに入れないといかんよね。あ、なんかありそうだな。まあいいや、とりあえず一旦じゃあ置いといて、もう一箇所なんかボヨーンのポイントがあったから、ボヨーンのポイントってなんか伝わんないっすよね。あの、そうそう、これもね、あの、ちょっとお詫びしたいっていうか、私、動画の中でさ、岩、赤い岩で塞がれてるとかさ、ボヨーンとかさ、あれで伝わった人なかなかいないんじゃないかなって思って、あ、っていうのは今までの、その、1位から4までのパートを全部見直したんですよ。わかんないかもなって思っちゃって、いや、これちょっと編集の段階で気づくべきでしたね。いや、ほんとちょっと、なかなかこう伝わりづらい表現っていうか、まあもともとそうなんですけど、私の実況は伝わりづらいんですけど、ちょっと申し訳なかったなと。ここっていけないよね。ってなるとやっぱ、このボヨーンがどこに通じてる？ここは？これどこ？ん？え、これどこだ？あー、ここか。ここかー。ここのボヨンはあんま美味しくないな。あ、でもなんか、なんとなく、位置は対応してるっていうか、ってなると、なんかいい位置のボヨーンがどっかにあるはずなんだよな。あ、思い出した。こっちこっちこっち。前回、そのハイドロポンプ号で岩を壊した先が、ボヨーンで行けなかった場所があるから、こっちどうよ？ここ確かそうだったよね。この、あ、前回こっちに行ったんだけど、このなんか、ゴミ捨て場じゃないけど、なんて言ったらいいのこれ。この奥そうだよね。この先に、なんかあるんじゃないのかい？ここはどうだい？来たんじゃない？これ。これ来ただろ。これは絶対に、私が来たかった場所でしょ、これ。間違いないでしょ。なんだ、なんか変な虫が飛んでるんだよな。あんまり飛ばれるとさ、結構今リアルでも虫が飛んでてさ、今。わかりづらいんですよ。よし！オッケー、これで、はいはいはい。
なるほどね。で、多分これ、ぐるっと回って、向きを変えるはずだから、このまま直進するだろ？で、こう、今こっちに向かっていくけど、あ、そうか、ここでぐるっと回れば、前回破壊したくてもできなかったあの場所、ニコルさんがいたあたりの塞がれてる場所突破できんじゃん。ここで向き変えれるもんね。来たね、これ。これ来ましたよ。オッケーですね。とりあえず、じゃあ、一旦、これ行っちゃうか。どっち？こっちか。こっちから入って、このまま行っていいよ。あれ？あ、まあ、でも大丈夫か。右に曲がると思ってたから。よいしょ。これで、よし！これであそこが狙える。来たよ。じゃあ、このぐらいでいいかな。暗い！若干外してる気もするけど、うまくいったっぽいですね。よし。あれ？あ、そうか。ん？よいしょ。OK。じゃあ、一旦、うん。これをバックで戻してたね。ポイント切り替えようか。あ、ちょっと待って。もうちょい戻して大丈夫これ。これ、出れるかな？いや、出れないじゃん。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってね。こっちまで行っちゃうか、一旦。で、ここのポイントを切り替えて、よし。で、バックして、OK! これで、向きが変えれる。で、これで向きが変わるから、CW さんの家付近の、岩が破壊できるな。オッケー。うん。で、これでちょっと一旦出て、ポイント。切り替えてきちゃうか。一旦。よし。ポイント切り替えてきたので、あとは進むだけ。いやー、サクサクですね。コメントでね、ミスってよりは難易度はそこまで高くないというコメントが来てるので、ちょっと安心してます。ウルレベルの難易度だったらやばいなって思ってたんですけど、あそこまではいかないみたいです。じゃあこれで直進し、あれ？ちょっと待って。ここのポイント、ああ、違うわ。もう一個向こうだった。紛らわしい。こっちだ。ここで直進か。オッケーオッケー。ああ、びっくりした。切り替え忘れたかと思った。で、よし。
もうここでいっか。一旦。よいしょ。こう。オッケー。このね、ビーム撃つとこの操作がね、地味に難しいですね。これ多分、これ直進で中に行けるわけではないのか。あー、なるほどね。じゃあ一旦降りちゃうか。なんか、嫌なマークが見えたのは気のせい。放射能じゃないか、あれ。ねえ。放射能ですよね。システムショック2で散々見た。こんなとこにあのビーム撃って大丈夫だったの？大丈夫？俺、被爆するんじゃないか。大丈夫かな？あ、これ、開かないんだ。マジで。なんか、えらい人工的に見えるな。この壁。まあいいや。とりあえずこっち行くか。なんか方向的にこれ CW さんに会えるんじゃないのこれ。これ潜水艦じゃない？ひょっとして。潜水艦小屋っていうぐらいだから潜水艦があるんだろうと思ったけど。会えるんかな？ただ電力復旧に至ってない気もするけど。あ！来たかこれ。これは？潜水艦のサルベージ記録？あ、もうこれで完結してるね。なんだろう？え、これ、まさか、これを集めろと言っている？いや、まさかね。まさかそんなはずは。っていうか、俺、暗証番号、やってないな。やらなきゃいかんけど、これ中入れるわけじゃないのか。ん？なんか、よいしょ。え、なんか、何これ？ミサイル？あれ？これ、入れないのか？こっちは何か。あ、これ、さっきのとこか。ぐるっと回ったってことかな。まあ、一応、開けとくか。うん。で、ちょっと待って、なんかまだあるんですけど。あー、CW さんの日記か。俺は別に弱ってるわけじゃない。少し傷ついてるだけだ。ファーリーが何かを書いた方がいいと提案してきた。それで少しは落ち着くかもしれないという。この方法はたくさんの人に役立ってきたからと。期待なんかしちゃいないが、別に失うものもないから、それならそれで構わない。ここの奴らには、エマのことを話したことがない。だが、彼女とスカーレットを忘れたことは一時もなかった。誰？え、誰？いやまあ、いろいろ人はいるんだろうけど、脳の裏側に鈍い痛みを感じる。それやばいんじゃないか？命の危険がある頭痛ってあるらしいですからね。大丈夫？それは時々壊れた鐘のように鳴り響き、その音に痛みと悲しみが共鳴する。だが、俺を深く打ちのめすのは、むしろ鐘の音がしない時だ。俺は忘れ始めている。失い始めている。
とどめておくには時間が経ちすぎたのだ。数日前、小さなクレアがファーリーの家の近くで遊んでいるのを見かけた。その光景はスカーレットの記憶を痛いほど蘇らしたのに、思い出の中のあの子の顔は曖昧にぼやけていた。ああ、これだから奥さんと子供なのかな、ひょっとして。エマ・ニコルとスカーレット・ニコルか。うん、なるほどね。愛するものを失うのは悲しいことだ。だが、記憶が消えることは複雑な祝福なのだとも思う。忘れてしまえば少なくとも深い傷は消えるのだから。うん、なんか怒り言動みたいですね。人は忘れることで生きていけるみたいな。けれど、あの子の面影を失ってなお、俺の中では鐘が鳴り続けている。それは罪悪感を呼び起こし、寝ばつくように這い上がってきては俺を責める。忘れるなと。今思い悩むことは無意味だ。ここに連れて来られた時点で俺は捕らえられ、縛り首になってぶら下がる運命が決まっていたのだから。妻と娘に二度と会えないことももうその時に決まっていたのだから。ってことは、CW さんだけがこっちに来て、その、エマとスカーレット、その、家族は、向こうの世界というか、なんつったらいいの？元の世界にいるままってことか。俺はそう自分に言い聞かせる。何の慰めにもならないことを知っていながら。これを書き留めておくことに大した意味はない。ただ、束の間痛みを沈めてくれるというだけだ。書くという作業が気を紛らわしてくれるんだろう。この行為に意味がなくとも、それは俺にとって唯一の確かなものだ。ページめっちゃ余ってるやん。もうちょっと使えばいいのに。ちょっと待って、閉じ、よし。なかなか閉じれなくて。